では、一段縮冷凍装置の説明を始めます。テキストでは、7ページのところにその装置の構造図が載ってますので、そちらの方も参考にして聞いてください。で、冷凍装置なんですけれども、こちらが圧縮機とか受液機のある部分で、そして凝縮機は外側で、ちょうど私の左手の方に冷凍庫があるという形になります。こんな大掛かりな装置なんですけれども、私たちの家庭用の冷蔵庫と基本的には同じ構造になっています。で、家庭用の冷蔵庫ではこういった表に出ているものっていうのは、一つのものに密閉されて密封型っていう形で冷凍庫の中に組み込まれちゃってます。なので表からは見えないんですよね。で、昭和時代の冷蔵庫の場合には、凝縮機っていうのが外側に出てて冷蔵庫の裏側にこううねうねしたものがあったんですけれども、今はそれもなくなってしまって、そして音も静かになってどこにあるのか分かんないんですけれども、大体はこの冷蔵庫の上の奥の方のところにこういったものがだいたい一式収まっています。それではこの図に従って、圧縮機のところから説明を始めてみたいと思います。で、こちらがですね、一段圧縮冷凍装置の圧縮機になります。で、ここで冷やし終わった低温で低圧の冷媒ですね、冷媒が圧縮されてここから出てきます。そしてずっとこういうふうに出てきて、この矢印に沿ってこういうふうに動いていって、ずっとこのパイプを通って、こちらの赤いパイプ、ちょっと太いんですけれども赤いパイプを通ってずっとこう来て、で矢印に沿って表に出ていきます。圧縮機で終わった後表に出ていって、そして凝縮機の方に行きます。で、凝縮機は建物の外にあるんですね。それをじゃあ見に行きましょう。さて、これが凝縮機になります。で、先ほど説明した赤いパイプの通路、この下の方からこう出てきまして、そしてこの凝縮機の中に入ってきます。ここで低温で圧縮機で圧縮された、高温で高圧の気体の冷媒ですね。気体の冷媒が液体に変わるところです。凝縮機なんで。で、ここに3つの扇風機のようなファンがついています。で、それがくるくる回って、そして空気で冷やしてるんですね。空冷式になります。ちょうどあちらの方にクーラーの室外機がありますよね。よく家庭で見るような。あれの大きい版です。で、この外に、冷凍庫の中から奪った熱を外の空気に吐き出しているという形になるわけです。そしてここで、液体の冷媒に戻りましたら、だいたいこの室温というか外の外気温と同じぐらいの温度になって、そして状態としては気体から液体になって、そしてこの細い方の赤いパイプを通ってまた室内に戻っていくという形になります。先ほど外側の外にある、凝縮機で、液体に戻った冷媒なんですけれども、状態としては気体から液体に戻って、そしてだいたい外の温度と同じぐらいの温度に冷やされてこちらの方に戻ってきます。この上の赤いラインを通ってずっとこう戻ってきます。そして戻ってきたものは一度こちらの黒い、筒状のところに溜められます。これが受液機というものです。液体を受ける液と機械となります。で、これ何のために存在しているかって言いますと、冷凍機を止めるときですね、ここに冷媒を全部液体として溜め込んで、そして止めないといけないんです。両側のバルブを閉めて、じゃないと、いろんなところのパイプに
冷媒が残ってますと、それがブーって膨らんで冷媒が漏れてしまいます。でやっぱり装置なので壊れたりすることありますよね。そういった時には冷媒をここに溜め込んで、そして漏れないようにして壊れているところを修復すると。冷凍機を止めておく時には冷媒を必ずここに溜めておかないといけないです。って言いますのは、フロンの冷媒を使ってますので、漏れますと地球温暖化につながりますので、こういった装置がついています。でここに1回溜められたものはですね、こちらから今度出てきます。矢印に沿ってこちらから出てきて、そしてこの矢印に沿って一度下の方に行って、そこから上に上がってきて、このネズミ色のちっちゃな筒の中を通ります。これがですね、乾燥機になります。でフロンは油をすごくよく通すんです、溶かすんですけれども、水は溶かしづらいんですね。それでもし水があると、膨張弁のところに水が結露して凍りついて詰まっちゃうことがあります。なのでこういう乾燥機をつけてあげないといけないということになります。逆にフロンは油を少しすごくよく溶かしますので、こちらテキストの方には、油分離器っていうのがついてますが、これにはそういったものはついてません。で、圧縮機のところで潤滑油を使ってまして、そしてその潤滑油が冷媒に混じることがあるので油分離器っていうのがつけられるんですけれども、ちっちゃな装置の場合ですとこういうのは必要ない。フロンの場合は逆に冷媒がアンモニアとかの場合には、必要になってきます。で逆にアンモニアは水と混じりますので乾燥機は必要ないという形になってきます。でこの乾燥機の中何が入ってるかって言いますと、シリカゲルです。お菓子とかの乾燥に使う乾燥剤ですね。とかあとモレキュラーシーブって分かりますか。赤ちゃんのおむつとかで水をよく吸い取るような、そういったものがあるんですけれども、そういったものが入っています。なので定期的に業者さんに交換していただくということになっています。で乾燥が終わりましたらこの上に来て、そしてここの矢印のところに来て下に沈んでいきます。そしてこの赤いところに出てきます。そして赤いところを通ってこちらに来て、そしてまあ、ここで2つに分かれるんですけれども、まあ、どちらも同じなんですが、この青いやつが電磁弁になります。電磁弁になります。でこの電磁弁が開きますと、そこからさらに進んで右側の方は予備室、前のあと4度 C ぐらいの予備室に行きまして、左側の方はマイナス25度の冷凍室の方に入っていきます。そして冷蔵庫あるいは冷凍庫の中を冷やして、冷やし終わったらこの太いパイプを通って戻ってきます。なのでこれ触るとすごい冷たいです。こっちマイナス25度、こっち4度なんで、ここ濡れたような状態になります。それでこういう太い断熱材のパイプが巻かれています。そして圧縮機の方にまた戻っていくという形になります。では今から入りますけれども、こちらの方は外側の外気が冷凍負荷っていうところでその説明したと思うんですけれども、冷蔵庫のドアをバタバタ開け閉めすると中が温まっちゃいますよね。なので温まらないようにエアーカーテンっていうのがここにかかるようになってます。で開けるとファンが回って風が来て外側の空気がなるべく中に入らないような形になっています。で、そちらなんですけれども、黒いパイプが2本あるかと思います。で細い方のパイプから、冷媒がやってきます、液体の。そしてこれが蒸発器になります。で、温度が
ここでサーモスタットがついてまして、温度計がついてまして、この中の温度が、まあ、今5度 C に設定されてるんですが、温度が上がってきたよってなると、この扇風機がブーンって回って、この中を冷やすという形になります。で、その時に何が起こるかっていうと、この細いパイプからやってきた液体の冷媒が蒸発します。で、蒸発することによって蒸発線熱を奪って、この部屋の中を冷やすということになります。で、冷やし終わりましたら、蒸発した気体がこの太いパイプを通って外に出ていくということになります。それでテキストにありますこの膨張弁っていうのがどこにあるかって言いますと、ここにくるくる巻いたような線がありますよね。この上のところにちっちゃな膨張弁がついています。で、その膨張弁ドライバーで開けたり閉めたりするんですが、締めていけばいくほど圧力差が大きくなって、この中が冷やされるという形になります。開けるとそこまで冷やされないという形になります。それでこれは予備室なんで、こちらは5度 C に設定されているんですが、この奥の方はマイナス25度に設定されているので、こういった蒸発器、これ2台ついたものがさらに2台ついていて、それで中はものすごい勢いでブーンって回ってて、そしてマイナス25度に中を冷やしているという形になります。原理としては同じなんですよね。で、このパイプ何かって言いますと、霜取りをします。空気中にはどうしても湿気があって、そしてここ冷えてますから、どうしてもここの熱交換器のところに霜がついちゃうことがあります。で、ヒーターで温めて、そしてその霜を溶かして、ここからドレインを外に排出するという、こういう構造になっています。で、今中に入ってもらいましたけれども、冷蔵庫あるいは冷凍庫の中を冷やし終わった後の蒸発し終わった冷媒ですね、冷たい冷媒はこの太いパイプを通って圧縮機の方に戻ってくるという形になります。今圧縮機動いてますね。で、この圧縮機はロータリーの圧縮機なので、かなり音が静かです。こんな感じです。で、こちらの方ちょっと見ていただけますか。これがゲージです。で、低圧圧力と高圧圧力を読み取れるようなゲージになっています。で、この圧力を読み取りましたら、そこから、冷凍能力を計算することができるということになります。で、皆さんにはモリエールセンズっていうのを使って作図法によって、冷凍能力を計算していただくということになります。で、今こちらの冷凍装置の管理板はこちらになります。で、大体先ほど入りました予備室が5度 C ぐらい、奥の方がマイナス25度 C ぐらいに設定されてまして、常時運転されているという形になります。